皆さんこんにちは、クリプトンです。今日は先日公開したこのバグについてコメントをいただきました。気になること2つを検証していきます。ちなみに僕はこのバグをレンダビルドと呼んでいます。今後はそう呼んでいくのでご了承ください。まずおさらいをしましょう。前回わかっていたことは、金枠のクールダウンがバグっており、クールダウンを無視できてしまうことと、持っていたプレートアーマーではできなかったことでした。今回検証していくことの一つ目は、普通の闇のアーマーに電車でクールダウンをつけたらどうなるのかです。早速つけてみましょう。残り2ポイントになっちゃいました。それでは試してみましょう。まあ、ダメですね。やはり、バグの原因は黄金にありそうです。意外とクールダウン一つでも早いな。それでは、二つ目に入ります。二つ目は、ギフトがバグっているのではないのか、という説の検証です。前回できなかったこのプレートアーマー。ご覧の通り、クールダウンがちゃんとあります。果たして、ギフトすることで使用可能なのでしょうか？というわけで、プレイヤー2の登場。これじゃない。こちらです。これをギフトしてもらいます。では、ギフトします。届いたかな？ちゃんとギフト済みになってますね。果たしてどうだ？おや？あ？ダメですね。どうして闇のアーマーはできるんでしょうか？元からついている効果の影響ですかね？プレートアーマーには 30% で回避、35% 軽減、ロールのクールダウン2倍がついている一方、闇のアーマーには、同じく 35% 軽減と、魂 50% 増加がついています。魂 50% 増加が原因なのでしょうか？別のところに原因があるのでしょうか？はたまた、これは奇跡的に起こった、根拠のないバグなのでしょうか？今回では、明らかにすることができませんでした。また、何か発見や疑問があれば、コメントよろしくお願いします。これからもこのバグについてと、それ以外にも実況動画を投稿していくので、チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、またね。